はいどうも、オリオンです。今回の雑学はですね、こちらです。はいはい、ということでですね、ほとんどの会社が月給制な理由です。はい、給料は1ヶ月に1回は支払わなくてはならないです。これは法律で決められてるんですね。なぜほとんどの会社が月給制なのかと、はい、これはちゃんと理由があるんですね。はい、給料の計算、準備、資金繰りはとても面倒です。そして従業員数が多くなればなるほど経理担当者に負担がかかってしまうと。はい、日給制、週給制にするとものすごく大変な作業になる。なのでですね、月給制を取る会社が多いということですね。この、はい、週休制、週休、日休、月休ある中、やっぱり月休制を選んでしまうということでございます。